出場選手登録とは、スポーツにおいて選手が出場できるように登録されること。各競技ごとにルールで定められている。北米では、ロースター登録と呼ばれる。登録されると、ベンチ入りが可能となるため競技によっては、ベンチ登録と呼ぶ場合もある。一軍登録とも表現される。登録できる選手数は、最大29人。そのうち、 実際に試合に出場できるのは試合前に指名された最大25名である。通常は当番予定のない先発投手などがベンチ入りから外れる。出場選手登録される可能性がある非登録選手を遠征先に連れて行く場合は一軍態度と称される。一軍で出場選手登録されている選手が2軍の試合に出場しても差し支えない。選手兼任監督 兼任コーチは選手登録から外れても監督、コーチとしてベンチ入りできる。2018年までは旧規定より長らく28人であったが、2019年から登録人数が1人増えて29人になった。外国人選手の出場選手登録は最大4名で野手、または投手として登録できるのはそれぞれ3名までとなっている。つまり、投手のみ。 あるいは野手のみで4人分の外国人枠を満たすことは許されていない。開幕戦の出場選手登録は開幕3日前までの申請が必要で、この登録は開幕戦まで変更できないが、翌日以降は登録、抹消を行うことができる。開幕戦でベンチ入りが可能な出場選手登録名簿は開幕前日に公示される。登録期間はチームのレギュラーシーズン最終戦。 または、クライマックスシリーズ敗退日、または、終了日までである。出場選手登録及び抹消は公示され、日本野球機構や各球団のオフィシャルサイトから閲覧可能である。登録を抹消されるとその日から一軍の公式戦には出場できなくなり、10日間は再登録ができない。ただし、シーズン中のトレードにより、所属球団の変更を伴った場合は除く。 日本選手権シリーズではこの制度は適用されない。40人を出場有資格者選手として選出し、その中から試合ごとにベンチ入りメンバーを選ぶ方式が取られている。全選手登録抹消2011年から何らかの理由により試合間隔が東海上湧く場合、自動的に全選手が出場選手登録を抹消され、再登録時の 全選手にその間の FA 権関係での登録日数と追加参加報酬を認める制度が導入された。この制度は2010年にレギュラーシーズンとクライマックスシリーズファイナルステージの間の日程が空いた中日ドラゴンズが全員の登録抹消を行い、それを踏まえて翌2011年に制定されたものである。適用事例としては上述のような レギュラーシーズンとクライマックスシリーズファイナルステージの間がほとんどであるが2021年7月15日には東京オリンピック開催に伴い同年8月12日まで公式戦が一切中断となるため全選手が出場選手登録を抹消された例外規定2016年シーズン途中からプレイ中の工作などで 脳震盪を起こし出場選手登録を抹消された場合、規定の10日間を経過せずとも再登録が可能とする特例措置が導入された。この特例により、出場選手登録を抹消する場合は、代替選手を指定して出場選手登録することができ、抹消選手が10日以内に復帰する場合は、この代替選手が出場選手登録を抹消される。 この代替選手は、この抹消から10日間経過していなくても再度、出場選手登録することができる。2016年6月に、今波高弘が、最初の適用者になった。2017年シーズン途中から、引退試合を行う選手に限って、現在登録している選手を抹消せず1日限定で、出場登録選手の枠を超えて登録が可能となる、特例措置が導入された。 この特例により、引退試合を行う選手は1試合に、限り29人の出場登録選手の枠を超えて、登録することが可能となる。登録できる選手の数に制限はないが、試合でベンチ入りできる選手は25人で変わらない。またこの登録をされた選手は次の日に、自動的に登録抹消となりその後は、クライマックスシリーズを含めたリーグ公式戦終了まで登録できなくなる。 ただしこの制度を適用しない日本選手権シリーズでは登録可能となる。また登録後当該試合が中止となった場合は球団が指定する日に再び登録することができる。2017年9月24日に引退試合を行った井口忠人及び森野正彦がこの制度の最初の適用者になる。感染拡大防止特例 2020, 2020年シーズンは 新型コロナウイルスの影響により定められた特別ルール感染拡大防止特例2020により出場選手登録数を現行の29人から31人ベンチ入り選手数を同25人から26人に増やしたまた一軍の外国人選手枠は4人以内を5人以内とするが投手と野手のどちらかを4人にした場合は以後もその内訳を変えることはできない なお、体調不良でコロナ感染の疑いが出て、出場登録を抹消されても、検査で陰性となるなどした場合は、10日間を経ずに再登録が可能。コロナ陽性の場合や、濃厚接触者と認定されるなどで、自宅待機となった選手は、登録抹消日から練習に復帰した日までの人日数を、出場選手登録日数に加算する。 感染拡大防止特例2021出場選手、登録数、ベンチ入り選手数は特例2020から変更なし。外国人選手枠も変わらないが、投手と野手の比率に関する制限が変更され、どちらかを4人にした後でも内訳の変更が認められるようになった。5人全員を投手あるいは野手にすることはできない。 関連規定級規定この制度は1991年度までは現役選手登録と呼ばれていた。という制度が設けられていたが、1997年から1軍40人、2軍30人の振り分けと入れ替え制限が撤廃された。アマチュア野球の公式戦においては、大会前に登録したベンチ入りメンバーを指す。登録後の選手の入れ替えはできないことが多い。 上限人数は大会によって異なり、例えば高校野球では18人が基本の人数とされている。ただし、地方大会では各都道府県連盟の判断で増員が認められており、20人とされていることが多い。大学野球や社会人野球は25人が多い。社会人サッカーについては、J リーグと同じ18名まで。 大学及び高校サッカーは20名までとされている。プレミアリーグにおいては、トップチームに登録できる人数は25名までで、外国籍選手の登録制限はない。登録枠から外れた選手は、リザーブリーグに属する。ベンチ入り人数は7名。リーガーエスパニョーラにおいては、EU 外選手登録は3名までとなっている。ベンチ入り人数は7名。 イタリアサッカー連盟は2012の13シーズンからベンチ入り人数を12名に拡大した。EU 外選手の獲得は1シーズンあたり2名までで、新規に外国人選手を登録する場合はすでにいる。外国人選手を放出しなければならない。B リーグでは選手登録は10から13人、このうち出場登録は12人までとする。 B リーグの前身の一つ BJ リーグの選手登録は最大で15人であったが、ベンチ登録できるのはホームチーム15人、アウェーチーム12人までとされていた。V リーグでは1チーム各試合につき最大14名の選手を登録できる。登録が13名以上の場合は、リベロプレイヤーは必ず2名登録しなければならないが、登録が12名以下の場合は、 リベロプレイヤーは0から2名の範囲で登録できる。NFL においては最大53人のロースター登録が可能であるが、1試合に出場できるのはそのうちの45人である。ありがとうございます。